坂コーチングの西村です。本日は自分の性格についてです。こちら菅谷慎一さんの YouTube 実践メールのお題、80日目です。よくぞ聞いてくれました。私の性格、最近ですね、私はルミナスパークっていう心理学習ツールのプラクティショナーになりました。で、私の性格って図にするとこうです。結果重視人間でございます。あとは規律重視なんですよ。でもって人間重視の面も持ってます。あとは堅実派でございます。どっちかっていうと外交的でも内向的な部分も持ってる。でビジョン重視の部分は全然ないんですね、っていうのが私の性格です。言葉にするとこうらしい、こんな感じ。私コーチングで使ってるのは親密さとか受容力の部分なんですよ。競争心があってタフなのが私の性質。具体的に言うとね、私の強みと弱みは、あなたは常に自分を向上させ新しいことを成し遂げることを心がけています。過去の実績だけでは満足しないでしょう。新しい挑戦を探し求め、自分がより多くの業績を上げる機会とします、ってあるんですけど、弱み、あなたの遠慮のない直接的なアプローチに反感を持っている人がおそらくいるでしょう。存在な対応を高圧的と感じる人もいます。誰もがあなたのように思ったことを率直に言うわけではないのです、ってことです。私あなたのこと大好きとか大嫌いとかって本当にはっきり言いますからね。そうでございましょうね。なかなか自分を知ることって面白いでしょ、っていうことで、競争心が強くタフなコーチまゆみでございました。